テレマカッチャンネル、よいしょー。さあ、この番組はジャニーズについて面白おかしくお二人でおしゃべりしておりますので、ジャニーオタの皆様、よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。関ジャニ∞のね、村上くんはね、まあ以前もいろいろこの動画でね、MC 力すごいって言ってたんですけれども ね、 やっぱ見れば見るほどすごいなと思って、この前そのマツコさんと一緒に番組やってるやつ、はいはいはい、ね、あれとか、あれでなんかマツコデラックスとかね、お客さんになんか何か質問があるみたいな、今日は何でも答えるわよみたいな言って、誰も手挙げるんで、手挙げなかったらこっちからあなたたちに質問するわよみたいな言って、でその時村上君にどっちから質問するみたいなん で、 でじゃんけんで決めましょうとなって、最初はグーって言って、じゃんけんほいってやったらあいこやったんよ。でその後もあいこでしょ、あいこでしょって、なんかとあいこがね5回も続いて、すごいな、すごい息ぴったりやなと思って、仲いいんかなって息ぴったりでねと思ったら、マツコさんがあんた合わせてくるんじゃないわよみたいな、最初のグーから合わせるんじゃないわよっていうことは、初めの1回目は偶然アイコになって、そっから村上くんはお笑いの山場を作ろうと思って、毎回グーでアイコにしようと思って、なるほど、でマツコさんもそれと一緒に気づいて、はいはいはい、でどっちもアイコを出し続けるってい う、 どっちも MC 力のこう空気感、ほんで5回目ぐらいにマツコさんが合わせるんじゃないかっていう、ツッコミ入れてっていう、何回アイコ出すのよっていう、なるほど、でそこで山場になってわーって言って次の話に行ったっていう、すごいよね、すごい、お互いの MC 力、空気読む力があってこその、一瞬それを垣間見えたね。はあ、すごいな、ちょっとした駆け引きですよね。そうやんね、ますかと、うん、どっちがしますかでマツコさんが突っ込んだっていう、そうそうそう、やっぱぼーっとテレビ見てたら、なんか普通にああ一個続いたり、はい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 、で終わったけど、はいはいはい、常にやっぱどっかで、ね、もう僕はもう村上君どっかなんか新たそうな、そういう目線で見てんのなんか目を凝らして楽しく見て、楽しく見たらいいから、ほんならおーすごいっていうことに気づけた、気づいた、あそっか、いや、あとはもう村上くんの凄さを見せつけられましたね。すごいな、伸びたもやっぱり MC とかね、もし MC とかもいっぱいで仕事欲しいから、そういうの勉強になるよね、やっぱりね、勉強、機会があったらね、はい、なんかこう、あいこを合わせるみたいな、おいいかもしれない、やりましょう、雑談だい雑談だいなんか最初はグッグッじゃんけんほい、ちげえな、いや今の合わせるやつやん、あーそうか、グー言ってたし、グーって言ったし、なんか一緒に何回まで行くんかなと思って、いきなりもチョキ出して負けてるし、あわんあわん、何本生まれへんかった、何本生まれへんかった、なんかそのね、マツコさんと村上くんが MC やってる番組の前説を僕らの友達がやってるっていうね、そうですね、の芸人、まあ、名前はあえてここではね、著作権とかないよそんなの言ってきそうやから、ないよ、本人だが、名前出すなよ、ないやろそんなの、ないけど、まあ、友達がたまたまね、ね、前説やってね、そうそうそう、でやっぱ村上くんもやっぱすごい優しい、ね、なんか言ってたからね、合わせてほしいよね、合わせてほしい、喋ってみたい、頼もうか今日呼び出して、呼びつけて村上君に合わせてよ、激板のファン激山ファンじゃないか、ちょっとぐらいええやんかええやんか、やない、よくないね、よくないかマネージャーのふりしていくしかない、マネージャーそうださらっとさらっとね、確かに、なんかね、喋ってみたい、どういう思いでやってるのか、MC とかね、確かにいろいろ聞きたいよ ねジャニーズの人で MC ってね、やっぱなんかそれこそ中居君からやっぱちょっとまあ当たり前というか、全然普通になってきたけども、あーすごいことやし、中居君が切り開いてくれたんですね、そっからやっぱ MC やる人もちょっと増えてきてね、そうですね、確かにいろいろ MC やってると思うけど、中でやっぱ村上君が突出して、そうですね、いろいろ MC やってるイメージあるもんね、なんかじゃんけんしてて、はいはいはい、たまに変なスポットありますよね、あめっちゃ続くとかね、なんか何人かでじゃんけんして、うん、あれ勝てるなと思う時、絶対勝てる時とかですか、あれなんすかね、これ仲いい人は出すの分かるから、ほら勝てる、勝てる、一点それをあのほんまにみやちゃん、友達のみやちゃんに、もう何出すか全部読めるから、
あの10回勝負しようって言って、うん、10回マジで連続で勝った。気持ち悪い。もう全部何出すか分からんというか、ただそれを言うと、うん、勘ぐられて、あ、なるほど、作戦会られるから読めなくなった、はいはいはい、それはもう、それはもう読めない。いつも通りのそいつの、そう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 、いつも通りの流れでいくと、うん、この流れやったら多分この人これ出すなって言って、ここでこれで負けたら次これ出すな、これ出すなが読める。読める。そう、マジで10回連続勝った。読め、全部分かった。読んで、うん、あ、もうこっちやこっちやって、あ、次変える、そのまま行くとか。そう、まあ余計にミヤちゃんやからっていうのは単純な感じやし、これ出すやろなって読みやすいやん。もしかしたらのび太もいけるかもしれない。ミヤちゃんやから、いっぺんやってみろよ、のび太今。分かりました。分かりました。もう最初はグーでいきますか。最初はグーで、うん、分かりました。 いきますよ、勝ちますよ、はい、じゃあ。あ、分かりました。いきますよ、最初はグー、じゃんけんほい。言うとあかんねん。言うとあかんねん。言うと絶対負けるやん。言うとあかんねん。なるべく無心にはしましたよ。あ、そう、はい、なるべくね。そっか、無心にしようとしてちょっと変な、そうそうそう、あれしたんか。いつもと違う感じの話だからね。じゃあもう一回無心になって、次勝つから。最初はグー、はい、じゃんけん、おい。おお、勝てんのかい、そこは。次は負け続けてほしかったわ。今の場合は。次も勝てる。次勝てる。最初はグー、じゃんけん、はい、おお、まあね、次も勝てるわ。ほら、最初はグー、じゃんけん、はい。普通の確率や。今だけ YouTube でじゃんけんしてる動画って。まさかのじゃんけん動画。YouTube の戦国時代でじゃんけんしてる動画流す。今日のタイトルはじゃんけんしてみたい。無名の。いや、無名の裏理由。何の権力もない、権力もない、じゃんけんしてる動画を映す。みんな釣りのようなタイトルいっぱいつける中、じゃんけんしてみた。バズるわけでもいいもんね。じゃんけんしてみたって。で、なんか、ね、ほぼ愛好って。すごいな。面白い。じゃんけんってやっぱ強い。